こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は自分は自分、バカはバカについて解説していきます。自分は自分、バカはバカと考えてください。その方が人生はうまくいきます。他人をやたらと攻撃するバカな人っていうのは本当にたくさんいます。そういう人とは極力付き合わない方がいいです。重要なことは厄介な人と正面からぶつかることではないです。賢くかわすことができるかどうか、これが本当に大事です。あなたは自分のやりたいことに集中してください。無駄なものに振り回されない力を身につけてください。自分は自分、バカはバカと自分を取り巻く人間関係を見て、周囲の人々に振り回されないメンタルを持ってください。この動画では他人に振り回されない思考法を7個解説します。1個目、仕事を頼まれた時の2つのポイント。上司から仕事が頼まれる、そんな時ってないですか？仕事を頼まれたら2つチェックしてください。1つ目は誰が発注者なのかです。2つ目がその仕事をこなしたらどういう評価が得られるのかです。この2点を冷静に見極めてください。多くの場合、先輩とか同僚は評価者ではないです。もっと上の人が評価する人です。でも上司とか先輩を賢く使ってください。あなたが仕事をうまくこなすには情報量が不可欠です。情報量が多い人イコール使える人だと思ってください。上司とか先輩っていうのはかなり高い確率であなたよりもたくさんの情報を持っています。あなたも仕事をしていて、もしうまくいきたいのであれば先輩に情報をもらうことです。あなたよりも早く仕事をしている人の方がもっとうまくいく仕事のノウハウとか秘訣を知っています。自己流でやるんではなくて、その人たちに聞いてください。あなたの知識がない、あなたの情報が少ない段階では正確な判断ができないです。まずは先輩の言われた通りにやってみることをお勧めします。もちろん本を読んだり YouTube 図書館のノウハウを使うのもありです。それと同じように会社の上司とか先輩をうまく使えるようになってください。まとめると、仕事を振られた時は発注者とその仕事をすることで得られるメリットをはっきりさせてください。誰から仕事を頼まれているのか、その仕事をこなすことで自分にどんなメリットがあるのか、この2点を見極めた上で仕事をしてください。そして上司や先輩はあなたよりも情報を多く持っていることが多いです。これを認めてください。そしてあなたが正しい意思決定をするには情報量が絶対に必要です。たくさんの情報を持っている人はあなたにとって使える人です。まずは指示通りにやるのがいいです。2個目、営業スキルが人間の仕事になる。人を相手に物を売る仕事はなくならないです。今は AI、 人工知能が進歩したことで仕事の自動化が進んでいます。特にホワイトカラーのデスクワークは人工知能に置き換えられる確率が高いです。残る仕事、消える仕事ランキングっていう記事もよく見かけます。こういう記事では人間に残るのはクリエイティビティとか人間を相手にした仕事しか残らない、そう書かれています。そんな中でひろゆきさんがこれからも残る仕事は何か、それを本に書いています。それが営業です。コンピューターを使うデスクワーク系の仕事はほとんどなくなるとひろゆきさんは言っています。しかし人間相手に物を売る仕事はなくならないと本には書かれています。人間相手に何かを売る行為っていうのは全てが営業です。広く捉えることです。テレアポとか訪問販売だけが営業ではないです。例えばあなたがブログに記事を書いてアフィリエイト広告を貼る、これも立派な営業です。Amazon のレビューやブログ記事を書いて製品をアピールすることも立派な営業行為です。結果として売上が上がれば営業の成果があったってことです。では営業能力を高めるにはどうすればいいのか、売り方ではなくて買われ方から考えてください。買い手の立場から考えた方が売れるようになります。例えばあなたがコンビニでお茶を買うとしましょう。その時になぜこの商品を手に取ったのか、今後意識するようにしてください。棚には多いお茶だったり綾鷹などいろんなお茶があります。そんな中なぜあなたは多いお茶を選んだのか、商品名が気に入ったのか、パッケージの色が気に入ったのか、 CM が印象に残っていたか、味が好きなのか、
徹底的に考えてください。ネット通販で物を買う時も同じです。 Amazon だったり楽天のレビューや広告、ブログなどの記事を見て買うかどうか決めている方が多いです。あなたが見た情報の中で刺さったのは何なのか考えてください。刺さったキャッチコピー、記事の書き方を真似してブログやレビューを書いてみてください。商品を魅力的にアピールする営業能力はどんな会社でも役に立ちます。そして営業ではほんのちょっとだけ人と違うことをしてみると効果的です。例えばメールでのやり取りではなくて手紙を書いてみてください。今時手紙を受け取れば誰だっておって感じます。メールよりは手紙の方が絶対に嬉しいし記憶に残ります。別の機会でその人に出会うことがあれば、昔手紙を書いた神奈川ですと言ってください。ああ、あの時のになります。会話のきっかけになります。他の人がやっていないことで差別化できることは何なのか、それを考えてやってください。営業はなくならないです。ではこれからはどんな仕事が新しく生まれるのか、正確な答えは誰だってわからないです。そのため今後あなたが仕事をする上で変なこだわりは持たないでください。このスキルが必要だと新たに思ったらさっさとそのスキルを身につけてください。その方が将来的には得する可能性が高くなります。例えばあなたは寿司屋でずっと働いていました。でも職場の寿司屋が潰れてしまいました。料理人として何かやりたい、そう思っています。でも他の寿司屋の求人は見つからないです。でも中華料理屋だったら結構いい条件の求人がありました。こんな時あなたはどうしますか？自分のスキルやキャリアにこだわりがある人は寿司以外作りたくない、そう言ってしまいます。でもそんなこだわりは今の時代ない方がいいです。中華料理とお寿司屋さんでは全然違うように感じます。でも食材を仕入れて調理してお客様をもてなすという飲食業の基本は同じです。これからの時代は特定のスキルではなく状況に合わせて自分のスキルも柔軟に変えることが大事です。そんな風に考え方を切り替えれるようになってください。まとめると時代が進んでも残る仕事っていうのは人に物を売る営業です。どう売るかを考えるよりも買う側の目線でこの商品の何が刺さったのか考えるようにしてください。どんな仕事がなくなって生まれるかの正確な答えはわからないです。そのため仕事へのこだわりよりも柔軟性が重要です。3個目、それっぽい提案ができる人が独り勝ちする。勝負を決めるのは正しさではないです、説得力です。これからの時代に必要なスキルがあります。それはそれっぽいことが言えるスキルです。いかに相手にもっともらしいと思ってもらえるか、これが重要です。例えばあなたは山手線に乗っています。もし次の駅が大塚駅だったら誰が降りるか一回考えてみてください。主婦のグループとサラリーマンのグループがいます。どちらの方が降りる確率が高いと思いますか？主婦のグループはどこかに遊びに行く、そう仮説を立てました。そうだとしたらターミナル駅で降りる、そう予想します。大塚にそんな場所はない、だから降りない。一方営業しているサラリーマンだったら営業のために大塚で降りるかもしれない、こう予想することができます。大事なのはこれが合っているか合っていないかではないです。正しいかどうかでもないです。それっぽい、もっともらしい理由をあなたが考えることができるかどうかです。まとめると仕事において重要なのは正しいか間違っているかではなくて、もっともらしい理由を考えられるかどうかです。4個目、勝手にやる気が続く方法。やらなきゃいけない仕事があるのにやる気が出ないことってありませんか？小学校で出される夏休みの宿題でも早めに終わらせるタイプとギリギリやるタイプの人がいます。あなたはどちらのタイプでしたか？そもそもどうしたらやる気は出るのか？やる気っていうのは存在しないことにまずは気づいてください。脳科学者の池谷雄二さんはこう言っています。やる気という言葉はやる気のない人間によって作られたもの。やる気っていう言葉が出る人っていうのはやりたくない証拠です。あなたは焼肉が好きだとしましょう。焼肉を食べるのにやる気って必要ですか？本当にやる気がないと焼肉を食べれないですか？きっとやる気なんかいらないはずです。人っていうのは何かの行動をやっているうちに気分が乗ってくる生き物です。人間は今やってる行為を続けようとする性質があります。まずやることです。やり続けたくなります。
やる気を出そうと無理にモチベーションを高める必要なんかないです。体が先、脳が後、これが脳科学の基本です。まずやるからこそやる気がついてきます。体が動けばやりたくなります。やる気なんてものは本来存在しないです。まとめると、やる気自体は存在しない。何かの行動をやっているうちに気分が乗ってきます。人間は何かをしているうちに今やっていることをそのまんま続けたくなる生き物です。5個目、幸せになるのにお金はそこまで必要ない。あなたが幸せを感じるかどうかはお金が全てではないです。お金で幸せを買うことができるのか、実は買えないです。お金をたくさん使うことで得られるものにも限界があります。お金を使ってできることっていうのはたった一つです。価格のついているものを買うことができるだけです。価格がついてないものをお金で買うことはできないです。幸せっていうのは価格がついていないです。だから買うことはできないです。あなたがいくらお金持ちになっても幸せを買うことはできないです。お金でできることとできないことをしっかりと理解してください。買えるものと買えないものを理解してください。実はお金で買えるもので本当に幸せになれることは意外なほど少ないです。でも少しはあります。ではお金で買える幸せは何があるのか。それは普段できない体験に投資することです。ひろゆきさんがおすすめするのは2つあります。1つが海外旅行です。5万円出せばベトナムなどの東南アジアに行けます。日本と海外の違いを知ることはいい経験になります。幸せな経験になります。2つ目がミシュランなどのレストランに行くことです。ひろゆきさんはすきや橋二郎の3万円ランチに行きました。すきや橋二郎のランチは3万円します。20分で終わります。18貫出されます。すぐに終わります。でも食べると最高級の寿司がどういうものかがわかります。まとまった金額を投資して普段しないような体験をしてください。これはおすすめです。まとめるとお金を使って得られる幸せには限界があります。価格のついていないものをお金で手に入れることはできないからです。幸せに影響するのはお金でできることとできないことをしっかりと理解することです。幸福度に影響するのはお金でできることとできないことを実感として理解しているかどうかです。普段できない体験をするためのお金の投資は積極的にした方が人生は楽しくなります。6個目、自分の維持費を上げない。給料を上げるスキルは大事です。でも維持費を上げないスキルも大事です。ひろゆきさんはお金が全然なかった頃とたくさん持つようになってからでほとんど金銭感覚が変わっていないようです。大学生の頃のアパートの家賃は2万8000円、ネット回線が3000円です。食費を入れても月の生活費は5万円くらいだったようです。ひろゆきさんは月に5万円あれば暮らせるようです。今でもそう思っているようです。この感覚は普通ではないです。多くの人は収入が上がるとつい生活レベルを上げてしまいます。今よりももっと広い部屋に住みたい、評判のいいレストランで食事をしたい、おしゃれな服が欲しいなど生活レベルを上げる方が多いです。もちろん最初のうちは贅沢するだけでテンションが上がります。でも繰り返していくうちにその贅沢っていうのは当たり前になっていきます。贅沢ができなくなるとすごく貧乏になった気分にもなります。住む場所や食べるものの生活レベルを上げてしまうと給料がいくらあっても満足感は得られないです。ひろゆきさんはこう言っています。生活レベルを上げて以前よりも幸せになった人を僕は見たことがない。これは人それぞれだと思います。でも収入に見合わない暮らしっていうのは絶対にしない方がいいです。生活レベルを上げる人は貯金もたまらないです。例えば毎月5万円貯めるとしましょう。毎月5万円の貯金をしたら1年間で60万円です。1ヶ月の生活費が5万円の人は1年間暮らすことができます。しかし生活費が20万円の人だったら3ヶ月しか持たないです。生活費が30万円の人は2ヶ月しか暮らすことができないです。年収1000万円で毎月5万円しか貯金できない人は仕事を辞めたらあっという間に行き詰まってしまいます。給料を上げるスキルだけでなく無駄なもの一切買わないで生活できるスキルもしっかりと持ってください。
まずは試しに自分の維持費を低くしてみてください。人生のどこかで一度落ちぶれてみてください。生活レベルを思いっきり落として自分の維持費を削減してみてください。どこまでだったら耐えれるか一回やっておくといいです。まとめると、収入が上がると生活のレベルを上げる方が多いです。でもそれは危険です。できるだけ収入に見合った生活をしてください。給料を上げるスキルだけでなく、自分の維持費を抑えるスキルもしっかりと身につけてください。7個目、目の前の出来事に集中する。今に意識を向けてください。焦りや不安がなくなります。過去や未来のことを考えすぎないでください。メリットはそんなにないです。いい大学に行っておけばよかった。過去を後悔しないでください。給料が上がらない。貯金もない。大丈夫かな？結婚できるのかな？まだ起こっていない未来の不安も考えないでください。それよりも今目の前にある瞬間だけに集中してください。例えばあなたの目の前にはプリンがあります。食べることに集中することです。スプーンですくって口に入れた時どんな味がしたのか考えてください。別のコンビニのプリンと何が違うのか、カラメルのついているところとついていないところではどのくらい味に差があるか考えてみてください。カラメルの味を舌が感じられるのはどれくらいの量なのか考えることです。プリンを食べるだけでも真剣に考えると結構な時間がかかります。そうやってプリンのことをあれこれ考えている間は別のことをすっかりと忘れています。目の前のことに集中してください。とにかく細かく意識を向けてください。何か一つのことに集中できれば他のことを考えなくなります。将来の不安なんかなくなっていきます。まとめると、過去のことや未来のことを考えても無駄に不安になるだけです。基本的にメリットはないです。それよりも今目の前にあることに没頭してください。細かいところまで考えてください。不安な気持ちがなくなっていきます。それではまとめいきます。1個目、仕事を頼まれた時の2つのポイント。何か仕事を頼まれた時は誰が発注者なのか、その仕事をこなしたらどういう評価が得られるのか、この2点を冷静に見極めてください。情報量が多いとは使える人だと考えてください。2個目、営業スキルが人間の仕事になる。時代が進んでも残る仕事があります。それが人に物を売る営業という仕事です。どう売るかを考えるよりも買う側の目線で考えてください。この商品の何が刺さったか、これを考える癖をつけてください。どんな仕事がなくなってどんな仕事が生まれるか正確な答えはわからないです。そのため仕事へのこだわりよりも柔軟性、変化に強くなることが重要です。3個目、それっぽい提案ができる人が独り勝ちをする。仕事において重要なのは判断が正しいのか間違ってるかではないです。もっともらしい理由を考えられるかどうかです。4個目、勝手にやる気が続く方法。やる気自体は存在しないです。何かの行動をやっているうちに気分っていうのは乗ってきます。人間は何かをしている時に今やっていることをそのまんま続けたくなる、そんな習性を持っています。5個目、幸せになるのにお金はそこまで関係ない。お金を使って得られる幸せには限界があります。それを理解してください。価格のついていないものをお金で買うことはできないです。幸福度に影響するのはお金でできることとできないことをしっかりと理解しているかどうかです。普段できない体験をするためのお金の投資は積極的にした方が人生は楽しくなります。6個目、自分の維持費を上げない。収入が上がると生活レベルを上げる方が多いです。でもこれは本当に危険です。できるだけ収入に見合った生活をしてください。給料を上げるスキルだけでなく自分の維持費を抑えるスキルもしっかりと磨いてください。7個目、目の前の出来事に集中する。過去のことだったりまだ起きてない未来のことを考えないでください。無駄に不安になるだけです。基本的なメリットはないです。それよりも今目の前にあることに没頭してください。細かいところまで考えてください。
不安な気持ちっていうのはどんどんなくなっていきます。自分は自分、バカはバカだと考えてください。他人に振り回される方が多いです。他人とぶつかる方も多いです。賢くかわすことができるか、無駄なものに振り回されない力を身につけてください。他人に振り回されない、そんな思考ができるようになると、あなたはやりたいことで生きることができます。自分は自分、バカはバカ、自分は自分、他人は他人だと思って自分の人生を生きてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタン、クリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。